きな勝利になったと思いますね。さあ両チーム選手の入場です。新潟が札幌を迎えての J1 リーグ第8節です。やった仕事と自分の色みたいなところを全うしながらゴールに向かっていくかというところが一番大きなポイントになるかなと思いますね。ゴールに向かい、そしてゴール前の枚数も増やせるか新潟。少し前重心に持っていきながら、やっぱり最初の入り10分15分のところはボール奪ってシュートまでどんどん打ちたいですね。まあ、そのためにどんな振る舞いを見せるかというところだと思いますね。今前半スタートです。縦のボールワンタッチ、谷口スペースを使う、小見馬場がつく、小見カットイン、小見のシュート、クロスバー、惜しいシーンでした。さあ拾った新潟、長谷川ドリブル、自分で行く、ここは体で止めます、シュート、クロスバー、長谷川、いやよく動き止めずにね。浅野が広げて青木、背を追い越す、青木中央へ、新野ワンタッチ、浅野シュートだー、札幌先制、決めたのは浅野。前半20分アウェーチーム先制です。強烈なシュート、あ、これ持ってるんですよね、ボックスの外からのやっぱりシュート。浅野は今シーズン初ゴールです。今中から外に広げたところですよね。そこから青木が少しカッと持ち出したところ、うまく中のワンツー使っていいところに落ちてきましたよね。まあ、そこに対してうまく反応しましたし、思い切って迷うことなく振り抜きましたよ。上からですね。まあ、コースはそんな際どい。青木中央や、おお、ナイスキーパー、大森シュートブロック、くぐっていく、長谷川、その中3人マイナスからフリーダーシュート、よく触った松田のシュート、宮沢じゃないですか最後、まあ、その一つ前の長谷川の、新潟の長谷川のプレーは見事だったんじゃないですか。今前半終了です。0対1、札幌がリードして試合を折り返します。さあ後半です。新潟マイケルがつないで、長谷川、小見、さあ返して小見、小見から落とした、あ、その前にホイッスルです。少し強引にでもやっぱり自分のマーク、目の前の相手に、あっとイエロー2枚目退場、はい、最前線に浅野、さあ小見のクロス、ヘリング、ナイスキーパー、助のビッグセーブ、キーパーよく触りましたね。小見、宮本、小見、秋山ミドルシュート、ー突き刺しました、秋山、新潟同点、数的優位で押し込んで右足ミドルシュート、追いついた新潟です。試合は吹き出し、まあ、J1 通算600ゴール開くんですよね。押し込んだところからですよね。小見が少し時間作って、まあ、パッと止めて、もう前がフリーだったんで思いっきり振りに行きましたけど、まあ、札幌の選手に当たったんですかね、岡村、ああそうですね、岡村の頭ですね、まあ、キーパーの菅野からすると岡村に当たって頭に当たってコースが変わったんで、もうこれはしょうがないですけども。秋山クロス、さあ拾ったダニーロ・ゴメス、ワンタッチあってコーナーです。アラノも絡んでいく、ここで試合終了です。1対1ドローゲーム、先制した札幌、追いついた新潟、札幌は